いただきますということで、こんにちは、どうもぬっきーと申します。早速ね、前回の、コメント返信のねコーナーやっていきたいと思います。ヒポハゲ、こんにちは、どうもいつもありがとうございます。あとなんだっけ、1号が葵なのでロッテでやってる限りは出ないと、休息担当ということでね、ありがとうございます。コメントね、返信のコーナーを終わっていきたいと思います。で、ちょっと見てください。私ですね、前回サクサクセス、ちょっと動画撮ってはいないんですけども、こんな選手がね、できました。どうですか？結構いいですよね。これのね、マリンボールの威力がすごいんで、ちょっと、ぜひ見ていただきたい。175キロのマリンボール7の威力をね、ちょっと皆さんにお見せしたいなということで。これやばいよね、結構。どうなんだ？打ちやすいんかな、マリンボールって。これ結構やばくないか？もうカットボールも結構やばいんですよ、これ。これ結構いいよね、このピッチャー。で、なおかつ、確かツーシームかな？ムービングファーストボールか。結構やばいよね。ということでね、そんな私が、サクサクセス研究所ということで、パート3やっていきたいと思います。もうね、いよいよ当初はね、300人を超えましたということで、やっていきたいと思います。まあ、いつも通りロッテと。見てください、これ、天才カード9枚やったんですよね。なんで、ちょっと、次のパートで、この天才カード9枚使って、9連チャンの動画撮ろうかなと思っております。で、前回お見せできなかった、このエクストラステージカード。を使ってやっていきたいと思います。はい。これすごいいいんですよね、最後のステージで。まあ一応体力ね、最後10絶対回復しますし。あ、間違った、普通に間違った。でね、ハテナ、序盤のハテナなんですけど、前回コメント、前々回かな、コメントいただいた時のアドバイスに従って、まあなるべくパネル開けてからね踏む。そしてなんかその空いてるとこをパネル、パネル埋まりましたよみたいな、やつあるじゃないですか。あれ引いたら、まあなんか結構変化球パネルとか変パネがね結構出てくることが多いので、パネルをねなるべく取ってから、なんだっけ、ハテナパネルをね踏むようにしておりますと。はい、これ結構いいですね。これやりだしてから、割と、うわぁ、いきなり運ゲー構成ですね、これ。うわ、最悪や。ないわ、これ。マジないわ。どうすっかな。もう間違って左行っちゃったし、今。いやーもう嫌い。もうこのね、嫌いなんですよ、このステージ。マジクソ。クソステージですね、これ。視覚変動ステージよりもクソ、マジで。で、さっきね、お見せした選手なんですけども、あれですね。パネル転生ステージか。で、ひたすら回復とハテナを踏みまくって、もう体力マックスの状態。ちゃあ、オッケーオッケー、ワンチャンいけるこれ。はい、ということでね、いきなり一人目こんな感じと。研究所という割にはなんだと。でパネル転生ステージ来たら割ともっといい選手につく。ちょっとね、初めて175キロ行ってコンスタ SS になったんで、正直ちょっとね、ちょっとビビりました。ビビったんで、変化球ってもうちょっとね、攻めれたんですけど、体力割とマックスの状態でね、次のあのステージまで行きました。ビビった結果ですね、あれは。もうちょっと多分攻めてたら、もっといい選手ができたら。あ、これカードねえじゃん、これ。癖でね、連打しちゃうんですよね。とりあえずやるみたいな感じでやっちゃってるんで。そう、これを狙ってるんですよね。で、まあ、あとやる気アップも目指せますし、まあ、ち
ティも雑すぎるな、さすがに。やる気マックスの状態でやる気のパネル踏みに行きましたからね。そう、これ狙ってんですよ。で、変化球パネルを、ね、積極的に取得していくという感じでね、やっております。はい。いいかな、これはもう行って。皆さんのアドバイスのおかげでかなりね、上手にあったんですよね。あ、いいんじゃないですか、これ。変化球3の2の。135。お、ウミカトラッキーステージ来た。ウミカトラッキーステージとか言って、俺この前なんか体力マイナス引いた気がするんだけど、気のせいかな。ウミカトラッキーステージ。あとね、トレジャーカードでしたっけ？ラッキートレジャーカードでしたっけ？なんかちょっと名前があやふやなんですけど、あれ結構いいっすね。宝箱で結構、僕の3つとか運んできてくれるんで、割と、やべえやべえ、死ぬじゃん。やばいわ、これ。喋りながらやるとね、なんか、集中できない。うん。実況者向きじゃねえな。いいんじゃないこれ。全然ラッキーじゃなかったな。これね、正直良くないですね、かなり。良くない、良くない、かなり良くない。あー、そっか。半端ね、踏みたいっすね、あれ。してみた。うん、こうして。こうして。どうしようかな。あ、宝箱も踏みたいんだ、これ。そういえば。うわ、2か。もうこれ行くしかなくなっちゃったな。いやーもうどこが研究所やねんって話だ、お前。おい、全然クリアまで行ってねえやんけ、マジで。ちょっと一回カードをもらって仕切り直そう。左投げにしよう。いいっすね、やっていこう。ハテナ踏むしかねえ。ちょっと研究所、研究所やっちまったな。もう300人も作ってるからね。300人作ってもこれなんですよ、結局。ああ、東国巨人選手か。天才使っちゃうか、もう。よし、これ最後にしよう。今日はね、4人目、最後にします。4人目っていう話だけどね。4人目、ハテナって感じだけどね。4人目ではないのか。これも作ってないからね、まだ。テンション下がるのを回避してました。嫌なんで極力ね、テンション下げないようにしてるんですよね。いいね。結構ね、私天才カードよりもあれ好きなんですよね、トレジャーカード。あ、ナックルだ。しかも、あ、こいつ絶対成功させたい、俺マジで。ありがてえ。ありがてえ。いえ、これめっちゃいいじゃん。あれめちゃくちゃいい。いい感じに、ニートカード。ヒーリングカードのカード、だいたい発動してないから、ニートカードって言うんですけど、ニートカードも結構発動してる。今回働いてる、就活してる、就活。やる気スイッチ踏みたいですね。やる気スイッチ踏みに行きたい。これしゃあない。これは定めだ。定めダウン。お、いいね。ここで踏むのが熱い。あ、でも、ここに。やる気スイッチは踏みたいですね。お、変化球、最後でもいいかな。こういって。で、ああいいね、やる気スイッチ1個増えた。あ、オッケー、いいよいいよ、いい感じっすよ。で、ハテナ踏みたいんだけど、シャッフルして変化球と、びっくりマークがこことか行ったら嫌なんで、ここは踏まないで、やる気スイッチと変化球回復して戻ります。
ここまでかなりいいぞ。いいね。ちょ、変調マジナックル、ナックル棒まで行きたいな。棒まで。お、エンパネ1個。ちょっと遊べるところ回り道。そうかよ、お前。うわぁ、はてな、怖いなぁ。いやでもやっぱね、俺攻めて、果敢に攻めていく。その、俺がやっぱその、こう守りに入ったところ、見せないで、こう、果敢に攻めてるところをやっぱみんなに見せていきたい。俺の、俺攻めてるよってところをね、みんなに見せていきたいんで。見ましたね。どうしよう。うわぁ、最悪。どうしよう。まあ、体力あるからね。ガチンコ一本勝負って感じかな。これ、どうっすか。右に行った方がいいのか。一歩引いた方がいいのか。多分狭い通路の方がカレンって弾き飛ばす確率が減るんですよね、おそらく。つまりこっちに引くと、こう弾き飛ばされる確率上がるんで、こっちに行った方が、こっち行って、あ、変わんねえか。こっち引いた、あ、変わんねえわ。これどこ行っても見事に変わんねえわ。じゃあ踏むか、一個パネル。頼む！ディープ。さあ！やべえ、マジやめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、マジで。うわぁ、うわ、結構飛ばされたな。あ、でも変化球取りやすくなったな。まあいいか。よしよしよし、消去し。お、いいね。あー、もう最悪。うわ、しかも2減った。マジかよ。ねえわ、それねえわ。うわ、あの変パネ取りたくなっちゃった。いや、2ダウンはねえわ、マジで。2ダウンしたよね、多分。きつい。これ2号、2号あたりを引き当てないときついな。いや、ここ遊びなしでいこう。おにぎり来てたらちょっとあれだったんですけどね。おにぎり来てたらちょっと踏みに行ってもよかったんだけど、はてな、ちょっとね、確定要素が多すぎてちょっと嫌ですね。うわぁ、これきついな。いいね、これ。いいねー、スリルがあるね。いやー、もうマジやめてくれよ。あら、終わった。いいねー、盛り上がるポイント作ってくれるねー。いいねー。踏むしかなくなったなと思った。ダメだ。もう次のステージにかけるわ、俺と。みんなだったらかける、これかけるよね。次のステージにかけるわ、俺。2号。うわ、ダブルアップか。ダブルアップ嫌い、普通にシンプルに嫌い。シンプルに嫌いなんじゃ。6ダウン。ミスったかな、こっち来たら。なんでこっち。よし、無理じゃん、もう。無理じゃん。いやー、いいねー、盛り上げてくれるねー。最高だわ、ほんと、このゲーム。いいねー。あれ、これ戻れないんじゃ。いける？うーわ、微妙な選手が出来上がりました。いいね、いいね。とりあえずゴールできたけどもいいね。うわ、ナックル4あったのに。まあ、しゃあねえな。適当に背番号、適当でいいや。
はあ。松坂めっちゃ似てんだよ。いいやこれで。いやーナックル弱ったら全然満足だったなこれでも。ということで今日はこれで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。